この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介いたしました車両は、こちらの2015年ニューモデルダッジチャレンジャー SXT プラスのご紹介となっております。こちらのニューチャレンジャーですが、71年当初のチャレンジャーをモチーフに、フロント、リアビューが一新されたモデルでございます。それでは早速、外装の方をご紹介させていただきます。こちらのチャレンジャーですが、自社、買い付け輸入車両で、先日港より引き上げさせていただいたばかりの、車両でございます。こちらヘッドライトの方は、標準でプロジェクターのヘッドライトが、装備されています。このように、ポジションでリングタイプの LED が、点灯します。そしてこちらの車両には、フォグランプ、プロジェクタータイプの、フォグランプも装備されております。走行は、1万7000キロの、特選中古車両となっております。まだ、国内では数少ない2015年のニューモデルです。続いてこちらアルミホイールの方ですが、純正オプションの、20インチの、アルミホイールが現在装着されております。タイヤサイズは、245の45、20インチとなっております。今後、アルミホイールの、変更などカスタムも予定しております。サンルーフも、装備されております。こちら、ドアの方は、パッシブエントリーがついてますので、こちらのボタンで、ドアのロック、ドアノブ触れるだけで、ドアの開閉も可能です。リアのアルミです。ホイールのサイズは、フロントと、同じサイズとなっております。続いてリアビューの方をご紹介させていただきます。こちらのリアビューの方も、デザインが一新されております。まずこちらですね、テールライト、LED の、チューブタイプのこのような、LED テールライトとなっております。現在、ほとんどの車種が LED の、テールライトが主流になってきております。非常にかっこいいデザインです。夜間での、アピールも、抜群にいいと思います。そしてこちら、トランクスポイラーも、装備されております。こちらのトランクスポイラーにはこのように、純正のバックカメラが、内蔵されております。
マフラーの方もこのようなデザインです。このようにリフレクター等も装備されております。またリア側はバックセンサーついてますので駐車時も安心してお乗りいただけます。またナンバー等も純正で LED と変更されております。続いてトランクルームの方もご紹介させていただきます。トランクの方、外からですとこちらのスイッチで、トランクが開きます。トランクルームの方は、2ドアクーペでありながら、非常に広々とした空間が、確保されております。少し見づらいですが、セカンドシートの方も、前に倒れますので、長物等も、積み込みすることが可能です。チャレンジャーならではの、空間だと思います。またこちらに、スペアタイヤ、ジャッキ等も、装備されております。続いてインテリアの方をご紹介させていただきます。インテリアの方もこちら2015年モデルでデザインが一新されております。こちらドアの内張りの方、こちらレザーが貼り付けされております。またこちらですが、アルパインのサウンドシステムが装備されています。内装はブラックのナッパレザーシートが装備されております。レザーのシートの状態を確認していただきます。こちらの車両走行も少ないこともあり、レザーの状態は非常にいいです。大きな傷や擦れ等ございません。多少こちらのボトムにシワが少しございます。運転席は、パワーシートとなっております。ランバーサポートも、ついています。続いて、ハンドル周りです。ハンドル、メーター周り、オーディオ周りの、パネル、関係も、デザイン一新されています。非常に、スポーティーで、かっこいいデザインです。ステアリング、エンブレムやスイッチ関係も、デザインが変更されました。エンジンの方は、もちろんプッシュスタートです。メーター周りが非常に、かっこよくなりました。センターには、デジタルの、モニター、が、装備されております。クラシカルかつ、現代的な、デザインかと思います。
このように、こちらのスイッチで、各項目を変えることが可能です。続いてこちらの純正 8.4 インチのタッチスクリーンモニターですが、こちらでオーディオ関係、エアコン、シートヒーター、クーラー等の操作可能です。こちらオーディオは USB や AUX、Bluetooth 等も対応しております。こちら SXT プラスにはシートヒーター、クーラーが装備されております。またステアリングヒーターも装備されています。こちらのモニターで全て操作可能です。またこちらですね、オーディオ関係のボリューム等もこちらで操作可能です。パーキングセンサーのスイッチですね、こちらスポーツモード等も選択可能となっております。続いてこちらシフトノブのデザインが変更されております。オートマの方は発足オートマが採用されておりまして、こちらのシフトノブでと変更されました。非常に操作性が高いデザインかと思います。このようにマニュアルモードで走行も可能です。こちらバックカメラの映像です。またこちらのメーターのセンターの部分にバックセンサーの画像が出ます。続いてこちらのセンターコンソールの方にですね、このように AUX、USB と SD ですねが装備されております。続いて助手席シートのコンディションの確認です。助手席シートの方も運転席同様に非常に綺麗な状態が保たれております。運転席同様にボトムの方に多少のシワはございます。このような状態です。そしてこちらの車両には純正オプションのサンルーフも装備されております。こちらのスイッチで開閉が可能です。サンルーフがありますと非常に室内に開放感がございます。続いてセカンドシートの方もご紹介させていただきます。こちらのレバーでシートが折りたたみます。セカンドのシートの方は使用頻度も少ないと思いますので、ほとんどシワ等もなく大変綺麗な状態です。このようなデザインとなっております。こちらにスピーカーも内蔵されております。
いかがでしたでしょうか。こちらの2015年ニューモデル、ダッチチャレンジャー SXT プラス、国内では、まず数まだ、数少ない、2015年ニューモデルとなっております。こちらの、車両について、何かご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。この度は弊社ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。お客様からの、たくさんのお問い合わせ心よりお待ちしております。